皆さんこんにちは、キョウキョウです。パタパタ、はい、今日はもう一個IKEA でたくさんお買い物をしてきたので、その購入品紹介をしたいと思います。もうめちゃくちゃ買ってきたんですよ。袋が大きい袋2個分以上買ったので、1個ずつ紹介していきたいと思います。なんかね、インテリアを買ったり、あとは本当に日用品を買ったりしてきたので、何か参考になれば嬉しいです。じゃあ早速どんどこ紹介していきます。まずはじめにこちら、ポーン、逆ハンガーです。私の部屋のハンガーはもうこれ一色一個で統一していて、シルバーなんかちょっともうステンレスっぽいんですよね、多分素材が。ハンガーをシルバーに統一することでびっくりするぐらいお部屋の統一感が出ます。なのでハンガーを統一することをおすすめします。なんでゴールドじゃなくてシルバーにしたかっていうと、なんかゴールドだとちょっと女の子すぎちゃうかなというか、ちょっとゴージャスって印象がつきすぎちゃうかなと思ってシルバーにして、甘い部屋とシルバーのハンガーで引き締めた甘辛ミックスっぽくしています。それでこちら、じゃん、鏡、あ、映っちゃった、あ、向こうが鏡ですね。これはあのなんだっけ、拡大鏡と普通の鏡が2つ裏返しで使える、リバーシブルに、うわ、めっちゃ光った顔、2つ使えるものになっています。なんかね、拡大鏡があると便利なんですよね、いろいろ。なんで買いました。なんか部屋に女優ミラーは1個あるんですけど、1個とは別で欲しいなと思って購入しました。続いての購入品、こちら、フラワーベースです。私はですね、お仕事でたまに花束をいただくことがあるので、その花束をもうちょっとちっちゃめのフラワーベースに生けてドライフラワーを作ったりしているんですけど、なんか今回はこうでっかいね、ドーンっていう植物が欲しくって、このちょっと大きめのフラワーベースを買っちゃいました。この中にね、何入れるかまだ迷ってるんですよ。木のなんかもう枝だけをこう入れてもいいし、あとあれパンパスグラスを入れても可愛いなと思って、まだ中に入れるものは迷ってます。続いて、じゃーん、時計です。この時計もね、この木の文字盤がないふにゃんってした時計なんですけど、ずーっと買うかどうか迷って、私の部屋時計がないんですけど、やっぱり時計ないと不便だと気づきまして、ついに買ってしまいました、このふにゃふにゃ時計。この文字盤がない感じがおしゃれなんですよね、良いですね。続いてこちら、はい、こちらのキャンドルです。キャンドルなんですけど、これは火をつけるものじゃなくって、電池を入れてピカピカピカっと光るタイプなので、火じゃないから危なくないし、ちょっとねお手軽にキャンドルを楽しみたいなっていう時にと思って買ってみました。どこに置くかはねまだ決めてないんですけど、ちょっとねおしゃれな感じに置こうかなと思っています。続いては、じゃーん、サボテン、サボテンです。かわいい。なんかお友達がサボテンはあまり水あげなくていいから、すごい飼育が楽だよっていう風に聞いたので、飼育楽だよって聞いたので、ちょっと試しにねサボテンちゃんを置いてみようと思って買ってみました。なんかね、お花とかもね、私はねなんかもうほんと将来ねペットを飼えないんじゃないかっていうぐらいね管理がね苦手なので、お花もすぐ元気がなくなってきたらもう急いでドライフラワーにしちゃうって。いつもねちょっとちらっと見えるかな、ほら、ここの上に飾ってるんですけど、そう、こんな感じでサボテンも仲間入りです。続いてめちゃくちゃ日用品のスポンジ、お皿洗う用のスポンジです。なんかスポンジってやっぱグレーとかの方がなんか汚れが汚く見えにくくて好きです。で、次に、ね、もう組み立てちゃったんですけど、じゃーん、これをね、ベッドサイドテーブルっていうのかな、これを買ってトイレ、お風呂場の上がったところに置きたいなって思って買いました。で、この上にさっきのキャンドルとかサボテンをポンポンポンって置いたりしたいなと思ってます。これもねちょっと悩んでね結局買っちゃった。だってこれ安いんだよ、安いんですよ、あれ2000円ぐらいで買えて、もうやっぱり試しに買ってみようと思って買いました。次、これもどうして、カボーン、
これはなんかカゴバスケットなんですけど、私洗濯物とか脱いだ服を入れるカゴバスケットがなくって、ずっとなんか床に置き場とかになってて見栄えがすごく悪かったんですよ。私抱えきれないしで、なのでちょっとバスケットずーっと欲しいなと思ってて買いました。めっちゃでっかいサイズで、こんぐらいでかくないとさ、お洋服なんてさ、特に冬服は3着ぐらいでこんなに溜まっちゃうから、これすごいいい、よいしょ。はい、そして最後こちらです。これは何かっていうと、今紹介したあのワゴンの網網の部分が結構こう物を置いた時にガシャーンと音が鳴っちゃうので、それの音が鳴らないようにする防音マットです。だからね、これは2つ組み合わせて使うとね、結構音うるさいとね、神経質になっちゃうと疲れちゃうので、セットで買うのをおすすめします。じゃーん、このワゴンを買いました。私ドレッサーを勉強机をとこう併用して使ってたんですけど、このねスキンケアたちがドレッサーの上にあると結構な場所を取ってしまって勉強の妨げになるなと思ったので、ついにワゴンを購入して、ここにまだね全然途中なんですけど、こう詰めたりいろいろなスキンケアだったりとかボディケアだったりとかを詰めてドレッサーの隣に置いています。はい、いかがだったでしょうか。IKEA はね、やっぱり行っちゃうとついついカートに物を入れちゃう本当に楽しい空間なので、私もねちょっと今日は買いすぎちゃったってぐらい買いすぎちゃったけど、でもね大満足なので、もしねこのなんだろうな、こういう大きい家具じゃなくとも、あのキャンドル可愛かったなとか、サボテン置いてみようかなとか思うものがあったら、ぜひお揃いにできたら嬉しいです。今回買ったインテリアを使って模様替えも計画中なので、ぜひそっちの動画もアップされたら見てください。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。最後まで見てくれてありがとうございます。またねー。